アメリカの株主権益弁護士事務所はアリババの新規株式公開について情報開示に不備があった疑いで調査を始めると発表しました中国の電子商取引採用手アリババ参加のネット通販サイトタオバオには偽物が横行していると当局に批判され物議をかしています続いて関西メディアの新華社も大陸の電子商取引について 偽物が溢れ、値、ね、切りが激しく、評価は嘘で、ひいては党をマイナス評価して、ライバルを攻撃しているなどと、痛烈に避難しました。香港当局によると、今年1月から香港では、インフルエンザですでに成人137人が病院で治療を受け、そのうち81人が亡くなっています。ここ4、5年で最も深刻な状況です。 今後2ヶ月、患者は増えるとみられます。中国教育省の園基人大臣が先日、大学の教材には絶対に西洋の価値観を取り入れてはならず、共産党の指導や社会主義を誹謗中傷する言論も許すなと述べました。この発言は大陸のネットで猛反発を浴びています。新東人テレビがお伝えしました。